伊達山根宗は、江戸時代中期から後期にかけての、道の区国仙台藩の第九代藩主。伊達氏の第二十五代当主。任公天皇の鳩子にあたる。完成八年三月二日、八代藩主。伊達人志村の長男として、江戸にて誕生した。母は、高塚佐助平の娘、聖子。聖母の聖子は、産後の平ちが悪く。 同年4月16日に23歳で死去した。さらに、同年4月21日には、袖が先屋敷の祖父、伊達重村が死去した。同年7月27日に、袖が先の下屋敷に移るが、同じ日に、国元で、父が死去した。こうして、生後1年足らずの聖地与が、仙台藩主を相続することになった。 本来なら将軍の旨まみを得た後継者でないため、相続できないところであったが、西村の死去を、幕府や家臣に隠した上で、親族の若年寄り、堀田正厚や土井俊明、重村正室で要祖母の関心院との協議の結果、8月15日に、幕府に対して、末期王子での相続願いを出した上で10月29日に、就法した。合わせて11代将軍。 徳川家成の三女である綾姫と婚約した。関心院が、収集の養育と補佐を行い、その関心院と、親戚大名の土井俊明や、田村村氏などとの相談の結果、堀田の貢献を受けることとなった。ただし、堀田の役割はあくまで幕府と藩内の双方に、対して藩の政治的不安を解消させることが狙いであり、関心院は、 反省は武行の中村慶帝及び大内疑問による、補佐、藩内敬語は一門家の伊達村氏、伊達村常、伊達村公により行うよう、重心には、重要案件は、伊予国宇和島藩主、伊達村寿などの親類衆に相談するように命じ、姓、千代の補佐体制が固まる。誕生と後目相続の翌年の完成9年には、 仙台藩において史上最大の百姓一揆が発生した。これは前代で失敗した完成新法の結果に行われた反動行政により行政改革や上費削減、役人の後期粛清の不徹底が原因だったと仙台市市では記されている。この一揆に触発されて上級藩士61人を含む2033人の藩士による 侍一騎も計画された。なお、同年中に綾姫が死去する。文化二年に養育と補佐に携わってきた、監視人が死去し、代わって、実の祖母の清掃員が補佐と養育に携わる。文化三年六月十一日に改めて、綾姫のいぼ妹との朝姫と婚約する。文化四年に、堀田正厚が、江戸地巡検を幕府より任じられた四ヶ月間。 松平定信が、後見人となる。文化牢屋だによって、文化5年に、幕府は、仙台藩に警備兵派兵を命じられ、江戸ロ府島や国尻島、函館に、総勢1700人が派兵される。文化6年1月4日、聖地は放送にかかり、既得となる。その後は、後遺症により、公式の場に現れることなく、この年から聖、 千代の隠居まで、異母邸の徳三郎が、藩主代行として、儀式や接客に臨む。こうして表に出ないまま、文化7年に忌みナを、修隆氏と称したが、放送の後遺症が回復しないため、文化9年に、周隆氏は、弟の徳三郎を養子師として、同年2月7日に隠居したい旨を幕府に提出する。17歳で、 しかも、おまみのないままでの隠居は異例であり、本来認可されがたいものであったが、家なりの娘婿であるゆえに、特例で隠居が認可される。隠居後は、大館様と呼ばれるが、ほどなく死去した。改名は、清流因伝小道の区国主将山、高志子大子事。収集の婚約者の朝姫は、後に、福井藩主、松平一首と結婚した。 以上が公式記録での経歴であるが、一説には、文化6年1月4日に放送にかかり、そのまま14歳で創生したとされる。当然、死子がいるはずもなく、加えて17歳未満であったので規定上、幕府より、末期王子による、相続認可が下りないために、仙台藩は、無継断絶の危機に立たされた。しかし、武行の中村慶帝の基地により、 周隆の死を3年間隠蔽し、伊達家は、周隆家督相続に続く、改易の危機を切り抜けたとされる。幕府は、周隆の死を知っていたが、伊達家は、東北でも、最大の大半なので、あえて放置していたとも言われている。また、この頃は11代将軍、家なりのもとで、大御所政治と呼ばれる法満的な政治が、 行われていたため、伊達家は幕閣に賄賂を送ってしのいでいたとも言われている。貢献役の堀田正敦が若年寄りを務めていたことも理由の一つとの説もある。ただし、以上のことは公式記録にないためか、仙台市市では全く言及されていない。文化六年観光の江戸武漢掲載の過信は以下の通り。なお、掲載内容は文化六年以前の可能性が高い。 職名は、江戸武漢で記載される役職であるので、実際と異なる場合もある。また、一門と武行は、武漢では、項目名を振っていないので、職名で保管する。AB 従って、仙台藩歴大藩主の官令となっている、将軍からの返旗の授与は受けていない。六代藩主、伊達隆村の八を、当時、原則的に、 末期用しを立てることができるのは17歳以降であり、この説の通り、収集が14歳で死去していたならば、死死を立てることは基本的にはできなかった。ありがとうございます。